スービーズは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、シャラントマリティーム圏のコミューン。スービーズは、フランスの大西洋岸の中心部である、シュドイコールウエスト地方に位置している。海への距離は、直線距離で 10km 以下であり、ミディイコールアトランティック地方の一部である。コミューン内にある川及び河口は、シャラント川のみであり、シャラント川の左岸に位置している。町は、 下流のロシュホールがあるシャラントカー川口南岸に広がるロシュホール都市圏の郊外に位置している。サンピエール教会かつてスービーズの町はロシュホールと大西洋間にある川を渡るための主要な通過地点であった。1346年9月、ダービー博ヘンリー・オブ・グロスモントがスービーズを掌握した。スービーズはやがてロアン家のための公爵領となった。 スービーズ工業は一定の財政の自由を授かり、タバコや生地の密輸にとって、理想的で便利な交差点となっていた。私船は既存のマリーナを用い、長い間シャラント川を渡るために存在した。川の両岸には、石畳で舗装された部分が2ブロックあり、右岸にある道は、ロシュホールから通じている。ここはボートを発着させる場所となっている。参照元。 1999年まで、イヘス、2004年以降、INSEE HAT セルティンズワイ、ボイントユヌアパートネスジョバグラフック AUFR、ミディデラフランス、EN レフレンス AU、ミディオトーロンティックシェール AU ジョバグラフルイス、パッピーエルエパルティインタグロントジュ FR、グランドシュット、ウエストフランセ、イエパーフワーグルモニアンクラズダウングランドウエスト。ありがとうございます。